い、どうもどうも。今回もホワイトクロスをやっていくぞ。前回ミルネちゃんが復帰したり、魔王様が謀反を企んでたり、なんやかんやありましたが、とにかくラスダンっぽい魔王城の攻略開始。お、雑魚戦 BGM が変わった。かっこいいじゃん。敵は前にも見た洗脳された光の教団員の強化バージョンか。亜人特攻武器と愛属性を揃えれば楽に倒せそうっすね。うわ、ソウルスティール、 LP を全部奪われそう。低確率で即死とかなのかしら。まあ普通に勝利。そんなに強くないな。数で攻めるタイプなのかしら。鍵を差し込む穴があるとな。中ボスを倒して鍵を奪ってこいよ、というメッセージを受け取ったぞ。中ボスか、あのスライム君とソーサラー君のどっちかかな。特にソーサラー君は結局戦ってないから気になるところ。あと完全に任務のスローロリス君が雑魚に紛れていますが、気にしないようにします。む、魔王城の牢屋の鍵をドロップしたぞ。このゲームで端材と装備以外をドロップするの初めてじゃないか。牢屋を開けることができる。まあそれそうだよな。どこかに捕まってる奴らがいるのかな。お、イベントだ。もしかして中ボスかい。前みたいに団子になった狂信者が1ターンに4回行動とかしてきたら全然負けるぞ。フランクに話しかけてきた。なんか洗脳が解けた味方キャラの描写としても珍しい気がする。ルクスさん、これだから石マイナス10は。でも雑魚が5体なら問題なし。ミルネちゃんが全体カバーを使って、他の味方は気兼ねなく全体攻撃を連打。これがこのゲームの最適解な気がする。あ、ゴテちゃんが呪われた。ダメージを伴わない異常付与はかばわないのか。全然最適解じゃなかった。おおむね片付いたな。あとはリムちゃんの範囲魔法で終わり。やっぱこのゲームは全体攻撃が強いぜ。小麦さんが煽るのはいつものこととして、ミルネちゃんも後で詳しく聞かせてやってひどいな。両手を上げて上半身を激しく前後左右に振る。めっちゃ腰を痛めそう。リングフィットの万歳サイドベントぐらいにとどめておこうや。お、牢屋だ。ついでにリス職人発見。牢屋の鍵はウサギ信者が管理すること。調べたけど、あいつだけが鍵を 15% の確率でドロップするんすよね。そんなにエンカウント率も高くないし、
数を集めるのはめちゃくちゃ大変。まあ動画外で集めときます。リス職人助けに来たぞ。装備を増やせや。さんと弟子、最初は良くない関係だなぁと思ってたけど、なんだかんだちょうどいい関係なのかなぁと思い始めてきました。ウルさん、自己肯定感低そうだしな。弟子に救われてるところありそうだ。あ、ファイナルソードだ。久々に RTA in Japan のアーカイブ見たくなってきたわ。めっちゃ笑ったな。そんなこんなで魔王城の奥へ。ふん、魔王村か。なんだか眠くなる BGM が鳴っとんね。何でも買い取りお姉さんがいたし、村としての機能はあるのかな。村の中央に設置された公共用の魔王様の像、ちゃんと順番待ちしてまで祈ってる。意外とマナーいいな、こいつら。民家の内装はボロボロで娯楽品も全くないが、狂信者たちはお金は全部魔王様グッズに使ってるみたいっすね。お金の概念があるんだな、この村。ちゃんと経済が回ってるのか。ほう、VIP機登場。狂信者の中でも上下関係があるのか。そりゃそうか。うわ、新たに信者を増やした人は評価されて地位が上がるのか。私、そういうのあんまり詳しくないし偏見だけど、マジでカルト宗教とかオンラインサロンとかマルチ商法とかああいう手法なのな。お、この先にジェリーフィッシュが。どうせ戦わなきゃいけないんだろうが、ちょっと待て。無視して先に進もうとしてくるわ。ジェリーフィッシュとソーサラーが持ってる鍵がないと進めない。なるほどね。てかソーサラーくんとはここで初めて戦えるのな。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。次回はこの2人をボコボコにします。よければフォローやチャンネル登録よろしく。